おりです。い、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 ということでえっ、ー、と一月二十一日にきら, <laughs> きらびやかに美しくかわいくもうやだカットしないでいきましょうきらびやかに美しくかわいく生きる開運セミナー二千二十四をしたんだけどまあ内容がとってもいいですとってもいいのであのー まあちょっとだけダイジェストをお見せしますが合計時間が追加動画も含めて8時間以上アーカイブがで木の上たつ3匹木星で3時間いくらで旧星それぞれ30分とにかく今年1年間に起きること起こりうることすることを運勢にどうやって乗ったらいいかみたいなのを盛りだくさんで話しています。これはあの経営者必見の だよ経営者必見あ個人事業主も含めてね例えば月100万稼ぎたいんですみたいな人は本当に見た方がいいと思うよそれで計画が立てれるもん1200万でしょで200万だったら2400万でしょあの運勢知ってて運勢通りに生きていてあとは生き様生き様を正しく精神性の高さを追求していけばだって精神性を学ぶ学問だからね急正気学も駅も。 をしていけばいけるんじゃねと思うよ。あの、まあ、5000万とか年収5000万とか年商5000万とか1億とかはちょっとコンサルを受けてくださいって感じだけど、まあ、私は3億までの道筋は教えられますけどまあまあとってもいいよ10億を目指している人は、まあ、このチャンネル見てないやろうけどまあ見てたら嬉しいけど一緒に目指しましょう。めちゃめちゃ遠いけど今年は それがワンチャンあり得るかもしれないっていう、すごいチャンスに満ちあふれた一年なので、まあ、知っておくのと知らないのとでは全然違いますよ。なんでか。だってなんかあの、一人キッキかカッカー起こって、人にやつ当たりしまくった後に、だいたいくよくよメスメスあこんなこと言わんかったよかったとかしてる人いるじゃない。あの原因って知恵が足りないからだからね。で、なんでこんなことが起きるのみたいなのテンパるのも知らないからだから、 やっぱ無知っていうのは良くない。ので、知っておくととっても楽ちん。うん。変なことが起きたらだって自分がおかしいだけだから、周りがおかしいんじゃないからね。人のせいにしてても何にも解決もしないし、何にも変わりはしないので、状況は。だから、あの、知っておいてくださいということで、ダイジェストを見ていただきたいんですが、ダイジェストだからあくまでも。えっ、ー、と、すべては載ってないからね。 この買いつまんでつまみ食いみたいなのをしたところで、したところでだよ。したところで生き様がそもそもで変化しなければっていう。今年の1年間、2020年、木の枝と三匹木星という、この1年間は革新だから、10年間20、2014年からの10年間が終わってもう新しいフェーズに行くから、ステージが全く違うところなので、 当然違うところに行くのに同じ自分では行けないからやっぱ自分自身が変わるという変化をするということをしないことには10年変わらないでしょうその証拠としてじゃあ2014年の木の絵の年に何をしていましたかって言って多分詳細に覚えられる人っていないと思うのぬぼっと生きてるからですぬぼっとで木の絵は2014年みんな経験してます私はめちゃめちゃ難しかった 本当に難しかったです。で、私、幸せにしかならない生き方っていう思想、幸せにしかならない子育てを発信してるじゃない商標を取ってます、ちゃんと。それが、それをどんどん発信し始めたのは2015年なんですけども、もう、あれは2014年、木の枝の年に生まれていました。潜在的に、もう、私の中にはあったのよ。ただ表に出てなかったっていうだけで。まあ、これすごい、あの、木の枝の年の大ヒント。 だ,よだけどあの年は2014年は昨日へ馬だったから今年昨日へたつだからねもっと難しいよ難しいのでまあ知ってるといいよねというあのとにかくあのビジネスをしてる人は特に別にこの今年の運気に乗ってないのにものをリリースしたところで売れないんだってで売れなくてえなんで売れないんだろうって考えてる暇 が、もったいないよね。だって、だって、今年の運勢ちゃうし、以上なんだもん。以上なんだから。で、今年はどんな業界が流行っていって、どんな業界が改革を迫られて、どんな業界がちょっと下火になるとか大変になるっていうことが、もう分かってしまっているんだから、まあ、それをやればいいだけじゃんっていう話。では、ダイジストどうぞいってらっしゃい 逃げれないから、このエネルギーからは。これを持って読み解くことができるのも気学の醍醐味の一つ。で、まあ、なんか天気予報と同じですよ。天気予報で絶対雨が降りますよって言われてるのに、あの、傘を持たへん人はずぶ濡れでしょ。すっげえ今日は日,日、日差しが強いですよ。紫外線が強いですよって言われてるのに UV ケアしてない人って真っ黒になるじゃない。あの、どうするか。 この天気予報みたいなのを聞いてどうするかは人の気だから個人で選んでくださいっていう話。その選び方によって全然違いますよ、あとが。ずぶぬずぶ濡れになる人もいればぬれない人もいるし真っ暗な真っ黒になってじゃあ20年越し目になる人もいるし、き綺麗なツルツルの人もいるからそれが人の気。 人気はどう行動するるかで変わるの人気は今年は3匹木星ですよ。3匹木星なんだけど、それを受けて人類がどう行動するか。だから運勢がいい人、運がいい人、成功する人っていうのは必ずここに乗ってる。逆らってない。で逆らってる人はそこそこです。でいい、いい運勢ですよ、運気がいいですよって言われても、何もしなければ一緒。これ自立の学問だから。 行動、行動をしてなんぼやから、で、9に入ります。ずっと私が言ってた。9って本当に中高年の女性の活躍だから、よくも悪くも注目されます。8運よりも全然注目されやすいから、特に別に町内会で目立ってもなかったみたいな人が無駄に目立つ。これはもうしょうがない。でもって、その中で活躍できる人は知恵があって見た目が美しい表現力がある人っていう、全部それば一番いい。 で一番大事なことは決意することを決意することです。昨ので10年決まるのでどっちにしろもう決まるどっちにしろ決まってしまうので全てがもうこの10年間がだから人は生まれて死ぬっていうことを当たり前にするんだからまあ今を生きるしかないです。もう現状維持は衰退とろうかだから肝臓のケアはすごく大事ですね。で時刻後 六泊筆跡特にあの肝臓大事です。であと三匹木星が肝臓言わせたら本命札だから長いですよ。だから良いも悪いも表面化です。黙ってたって表面化。あの天の木地の木は人の都合は知らんから。だからね今まで自分さえ良ければいいっていうエゴエゴし考えでやってきた人はもう暴かれますそれが。で不倫は絶対バレます。 あの宇宙って善悪のジャッジをしないから人間みたいに。あのー、ただ内在してた問題が表面化するだけだから、どう捉えるかは人間。人間のエゴ。自分自分っていうのは本当に気持ちが悪いから、気持ちが悪いというか、あの人が離れていきます、今年は。まあ、自分自分の人ばっかりやけど、日本人不思議やな。で、悩みとか不安とかって自分で今まで直視して明らかにしておけば、そんなものは 湧いたところでいくらでもすぐ終わる話なのにうじ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 ,うじ悩みとか不安とか抱えてる人はそれは伸びますよ長いよどんどん大きくなるよだからあのメンタルケアは大切というかあの自分を明らかに直視するっていうことはすごい大事老後が不安将来が不安でも永遠にそれを考えるからねこの1年間それ不安で終わりな1年になりますこれは本当に だからいっつも下心を持って損得感情ばっかりして金感情ばっかりしてる人は絶対に決断が遅いんだから即決できないんだから右か左か迷って損得してるうちにいやどっちが大丈夫かなとかまあ地震が起きて右に逃げるか左に逃げるかどっちの方が損せえへんかなとかどっちがし失敗せえへんかなって言ってる人はもう失敗します。 失敗した失敗する私失敗するのでにしかならないであの検討しますみたいな人おるやん何するにあたっても検討しますみたいなあ検討しておるとろくなことはないので右か左か上か下か一瞬の判断で、ね、命が決まる時に検討しますとか検討してられへんからあの即決即断をする癖をつけるのはこの1年間大事だから三匹木星昨日いたつ三匹木星においてうじうじ とか何せなみんな無自覚でしてんのよな計算をあそんな本当にいらんのよで,できないんだったらもう即,決即,即,即決即断できる人に従うもうこれが一番です、まあ、山ほどいろんなことが起きるから、まあ、世の中何があっても私は大丈夫だっていう別にブレないっていう外側で何があってもブレないっていうあり方をするのは大事です私はいつも思ってるから外側で何があってもまあ起きることが分かってるから別にいちいちなんか ね、また地震起きたやろ、うん、とかにならんし、だって起きるし。まあ、まあ私は大丈夫っていう。このぶ,ぶれないのが大事よね。別にぶれてもいいけど、まあ戻れることが大事です。あの、天の木って、この幹。で、これが10種類あるから10巻。で、うつらんこっちか。で、地の木は枝だから、枝だからこれは12、12子。 こ,れここの幹のこれとこれでえとでしょだから本来えとって「木のえたつ」でえとだからね。みんな日本人って今年のえとは「たつたつ」みたいなほみたいな顔して言うやんじゃなくて「木のえたつ」です。でこれこのかわしが60種類やから「あのえたつ」は60年に1回しか来ないからつまり60 生まれた時からスタートするから一周回って還暦なので今年2月3日以降に生まれた人で還暦を迎える人は全員木の枝つの年に生まれていますつまりは次の木の枝つは多分迎えられないです60年後だから生きてない、まあまあ、命に執着がすごくって生きてる人もおるかもしれないけどそんな そんな時にまあ木の枝立つできんから、だから木の枝立つはもう今しかない。で、これ幹だから、天の木が。幹がないと枝は生えないから。だから天の木、天の木が今年は木の枝や言うてんのに、木の枝を無視した状態で、例えば繁栄しようとか何とかしようとかしてもない。なんもない。なんもない。で、地の木が、 血の木が枝なんだから、もうこ,ここが幹があって、ここに枝が生えていくんやから、ここが大事。これを無視して、人気でなんとかない。何にもないんです。これが。で、昨日はこの10巻のスタートやから、も、ま、う、あ、極めて重要です。スタートだから。で、さらに、9もスタート。だから全部始まり始まりなの。 スタートなんですだから生みの苦しみっていうのは当然スタートだからねあのありますよ安山の人もいるし南山の人もいるでそれはあれ生き様生き様によりますただ木の絵ってあの木の絵を突破しないとツが出てこないからツが出ないと 人気で何をやってもっていう話やからあの成功者みんなあの成功した理由は運ですって言うけどいや運だと思う私も運が9割と思って考えなければ人気がどれだけ人間がねいろんなことを考えてこの商品を販売しようでもうありとあらゆるマーケティングをしてブランディングをして万全に備えたって失敗するものは失敗するの運がなければ。 なんか成功者が運ですって言ってるのは運なんです本当に運に乗ってるから運気に乗ってるからこれはあの本当にそう何度分析してもそうだからそうなんです参考までにあの過去を思い出していただければえっ、ー、と直近の木の絵の年は2014年この年は木の絵馬白く木製でした で直近のたつは2012年水のえたつ6泊金星直近の三匹木星の年は2015年昨日と来年の監視昨日とで羊三匹木星で私何してたんかなと振り返ったけどまずまず直近の2012年のたつ は出産私、関入をしているので、六白金星が中級すると、私は関入だから、水極三号という、今年と同じ三号でした、2012年、たつの年って。ね水の絵だから、水の絵って、今年みたいに厳しくない。で、さらに私、あの自国土星、北に絵方が載ってたから、もう、肝入してよくせに運勢は強かったのよ、それ産むわなっていう。だから、産みました。 で木の日の年は何してたかって2014年離婚した年だからくっそ大変だった本当にこれはマジで私木の絵を味わってるから一回だから馬だったから馬は馬は楽なんです3号も楽だ三号も後押ししてくれたし楽だったんですこの木の枝立つよりも全然はあ木の枝つは難しいだからとにかく 私大変だったイメージしかないもん。2015年私は何をしてたか三匹木星中級めちゃめちゃ発信してました。めちゃめちゃ思いつくままにあのこ,こんな人生が嫌だと思ったのが2014年の年末だからあの枝馬で思ってるから発信したらなんかなんかバーって勝手に広がっていっただから三匹木星っぽいなっていう翌年の日の枝猿時刻のせい。来年は 昨日と実、時刻土星だから全然違うんだけど、その時にアリストクラッツを作ったので、2016年の生まれの子は時刻土星の本拠星なので、アリストクラッツも本拠星です。っていう思い出したらいいと思う、こんなことがあったなって。ただ全部が一緒じゃないから、あのこれから話を聞いて、あこれが昨日絵っぽいとか、これがタつっぽいとか、あこれが三壁木星っぽいなっていうのを。 ただ忘れてるんだったらぬぼっと生きてたっつことです。何も考えずに。だからノートを書くっていうこと私はコンサルで教えてるけどめちゃくちゃ大事ノートを書くっていうのはめちゃくちゃ大事だって読み返せばいいだけじゃないってなるから。まあつまりこうこう,こう回ってますよこうやって先に知っておくってことは極めて大事なので知ってない人はまあ もうあブーブぶ言ってるともうだって知らんやんっていう話だからそういうのはあんまりもう無視しておきましょう。もうすでに起きてるけど自分さえ良ければ人を巻き込んでもいいですってみたいなあの気の狂った人はたくさん出てきます。地下鉄の事件がそうでしょあの若い女が話で知らん人を刺したとか刑務所に入りたいって言った中年がおば,おばあちゃんを落としたとかあとあの黒髪ショートのなんかブスな女が。 子供をほったらかしにして8歳の子、男とか、ああいうのもうだらけ、だらけ。大体毎年なんかそういう自分さえ良ければいいっていう事件ってあるけどん、全然多いです、今年は。思ったら行動です。もうこ今年は案ずるより産むがやすしだし、案じてる間に明暗がもうき分かれてしまうので、だって今年しくったら10年しくるんだから。感情してる暇はないの。その時感情してる時って、 いろいろ考えてるとき基本的に言い訳を考えてるときやからその時間が無駄です今年言い訳絶対絶対だめない1年間だからそこに対して人が来てくれへんかったらとかって言うてる間に今年は終わるのでいつも通りに勇気出さんかったらいややってみるのが大事とにかくあのやるねんやるねん今年は三匹目星は何でもすぐするから 何でも即座にするのが三匹木星。だから、木の絵は天だから、天がある人はどこまでも向上していきます。現状に甘,じる甘んじる人間はどこまでも下にいるから、上に行く人間は上に行くべき。ということをはっきりと示すのが木の絵木の絵です、それが。だから、うん、その人がそれでいいやとか、これでいいやとか、 あと手抜きとか押したりとか、頑張ってる風で、手抜きをしてるんだったらもう終わり、そこで。まあそこそこでいいなら気が食いらんやんって私よく言ってるけど、まあそういうこと。で、運勢が強いところでなんかあの、日折るとか、おじけづくっていうのは、まあケツを叩いてもらってください。あの、ダサいから。ダサいし、え、だからない、ないねん、10年、今年、去年は落としても、 まあなんとかなるかもしれんけども今年はもう落としたら何の何の手の内をもうないし運勢に乗ってない人って絶対落としてきてるから乗ってないんだからもう本当にただそれだけなのよ巻き込まれないようにいきましょうってうここに巻き込まれる人っていうのはやっぱり知能が低いだから知恵でしかた知能とか知恵とかでしかあの対応してはならないから。 そういうい上っ面のちょっと無視しとこうとか流しとこうとかいう上っ面をやらかした瞬間にもう乗ってるので転びる道にだから頭の良さでしか対抗できないですこの今年はだから思考停止の何かの、ね、今までの常識みたいな自分の価値観みたいなのにとらわれてると本当にやられるこの先の10年がしんどい来年がしんどい来年景気が回復するからね それがしんどい。その一年間がしんどくなるって。の最悪やん。